結城コスモは、伝説巨人イデオンの登場人物の一人。本作品の主人公であり、イデオン A メカのメインパイロット及び、イデオンのメインパイロットを務める人物である。ちなみに本動画では、テレビ版、伝説巨人イデオンから、劇場版、発動編へと続く流れを主体に解説させていただきます。バフクラメバフクラメ徹底的に叩いてやる。結城コスモの活躍。物語初登場は、第1話、復活のイデオンより。地球の移民惑星であるソロ星が、突如、異星人バッフクランの襲撃を受ける。そんな中、ソロ星にある遺跡から発掘され、復元された、3体のメカのうちの一つ、ソルアンバーと呼ばれる装甲車型のメカに、偶然コスモが乗り込んだことで、初めてイデオンメカが起動することとなった。よし、ロボットなら立ち上がって戦えってんだ。3体のイデオンメカが合体し、巨大ロボットのイデオンとなったことで、バッフクランを撃退することに成功する。ほどなくして、バッフクランの再攻撃を受けるも、その混乱の最中、イデオンの母艦であるソロシップが始動。コスモたちは、バッフクランの追撃を逃れるために、ソロシップで宇宙へと逃亡の旅に出ることとなった。その後もバッフクランの執拗な追撃を受けるも、その度にコスモたちの乗るイデオンが思いがけぬ力を発揮して、バッフクランを撃退し続ける。しかしコスモたちは、未知のエネルギー、イデによって動くイデオンとソロシップを、意のままに操るというわけにはいかなかった。その旅の途中、救難信号をキャッチしたソロシップは、植民星、キャラルへとたどり着く。そこでコスモは、キッチキッチンという女性と出会い、次第にお互いが惹かれ合うようになっていく。しかし、バッフクランによる総攻撃の中、キッチンは、バッフクランの銃弾を受けて死亡してしまう。ちなみに劇場版でのキッチンは、爆撃の巻き添えで体が燃え尽き、首だけがコスモのヘルメットに映り込むという、凄惨な最後を迎えている。その一方で、戦いの最中、コスモは大怪我を負っていた。コスモが助かるためには輸血が必要であったが、コスモの血液型は珍しく、ソロシップの中に一致するものはいなかった。しかし、ソロシップへと乗り合わせていたバッフクランの女性、カララージバの血液型が、コスモと同じ血液型であることが判明し、一命を取り留める。なんとか怪我から回復したコスモであったが、キッチンの死を知り、悲しみに暮れ、バッフクランに対する復讐を決意するのであった。物語途中からは、弟分であるアフタデクが、イデオン A メカのサブパイロットとして同乗する。重傷を負ったコスモの目の代わりを務めたりと、子供ながらにコスモをよくサポートした。そして何より子供であったデクは、コスモよりもイデオンとの相性が良かったとも言えた。物語終盤、バッフクランの全軍を挙げての総攻撃では、カララやカーシャをはじめ、数多くのソロシップの仲間たちを次々と失っていくこととなる。お互い惹かれつつあった、カーシャの死に涙しながらも、コスモは最後の最後まで戦い続け、イデの導きにより、ドバージバのいる超巨大戦艦、バイラル人に最後の突撃を行う。その際、バッフクランの号を背負う、ドバージバと、イデの力によって交信、この戦いの真の意味を知ることとなった。分かっているはずだ！マリ！イデの導きだろう！イデの導き。そうさ、俺たちで人こないの生物のその憎しみの心を根絶やしにするために、イデは我らを戦わせたのか。最後はバッフクランの最終兵器ガンドロワへとイデオンソードで切りかかる。コスモは両腕を吹き飛ばされても、イデオンの機体とともに全てが消滅する瞬間までその眼差しはイデに抗い続け、生きる意志を失うことはなかった。こうしてコスモの肉体は消失した。これにより、宇宙に生きるすべての魂が浄化され、最後まで戦い続けた彼の魂は、最も遅く目覚めることとなる。
その後、メシアの導きにより、二つの地球の人々の魂は、新たな宇宙へと流れ込んでいくのであった。有機コスモの人物像。物語本編、および劇場版、接触編、発動編における、本作の主人公となる男性。赤い色のアフロヘアが特徴で、年齢は16歳、血液型は O 型。そのアフロヘアーから一部のファンより鳥の巣と揶揄されている。第6文明人の遺跡調査団長ユーキロール博士の息子。劇中での生身での戦いではナイフを使用することが多く、惑星ザウルスターでギジェザラルと決闘を行った際はそれほどの実力ではなかった。しかし実戦を重ねるごとにメキメキとナイフの腕が上達している。また父の趣味の影響でクレー射撃も得意という芸達者。母親とは生き別れになっており、地球連合軍のブラジラー基地で出会った基地司令上浦蘭番に母の面影を重ねている。熱血感で物語序盤はその若さからベスたちに反抗することも多かった。もともと反抗期ということもあって少々短気な面があり、皮肉を言ったり怒鳴り散らすこともあった。しかしソロシップの人間関係や葛藤の中に身を置き、キッチキッチンとの出会いや別れを経験することで、物語の終盤になると周囲を冷静に分析し達観しできるほどに大きく成長する。みんなが立派に見える。カララもロッタもベス、シェリルだ。悲しいくらい立派に見える。精神的な強さを持つ人物で、バッフクランとの戦い、そして何よりイデの意志に最後まで抵抗し続けたのも彼であった。同じイデオンのパイロットであったイムホフカー社とは皮肉を言い合う仲であったものの、次第にお互い心を許し合う仲となっている。メカマニアでもあり、日常的なメカの扱いに関しては自分よりも右に出るものはいないと自負しているほど。劇中ではイデオン A メカのメインパイロットおよびイデオンのメインパイロットを務めた。ちなみにイデオンのメインパイロットを務めてはいたものの、イデはパイパールーのような子供によく反応しており、コスモの意思に対してはよほどのことがない限りは強い力を示していない。夢の中でイデと対話を果たしたのもテレビ版ではベスであったため、彼は偶然イデオンのメインパイロットとなっただけで、イデに選ばれたとは言い難かった。最終決戦ではイデの導きによってバイラル人へと特攻をかけるに至るが、最終的にイデはコスモたちを捨てメシアを守ることを一番としている。有機コスモという人物はイデという強大な力を使いながら戦い続け、やがてイデの意志に気づいた後も最後まで人としてイデの意志に抗い続けた、まさに強い意志を持った人物であった。こんな甲斐のない生き方なんぞ俺は認めない。たとえそれがイデの力によろうともな。有機コスモの登場期。最後に有機コスモが物語本編で登場した各機体を紹介させていただきたい。イデオン A メカ。巨大ロボットイデオンを構成する3体のメカのうちの一つ。キャタピラ式の装甲車ソルアンバーと重戦闘機型のイデオデルタへと変形が可能。劇中でコスモが初めて乗り込んだマシン。イデオン。第6文明人が開発した意志をエネルギーとする巨大ロボット。ソロ製の遺跡から発掘された3体のメカが合体して巨大な人型のロボットとなる。劇中ではコスモがメインパイロットを務めた。ベス、イデオン発進する。カシャ、モエラ、いいか。了解。イデオンゴー。以上が有機コスモという人物の詳細である。当チャンネルでは様々なリアルロボットアニメの機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめ、リアルロボットアニメに関する企画動画など自称楽しい動画が目白押しです。
ぜひ興味のある方は動画概要欄にある当チャンネルのリンクから好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。最後に動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。